本当に久しなんて言うんだろう音だって抜けるなまあいいや。でザ夏曲って感じでっていうのを今ツイートしようとして、あのエリーとのツーショットあるかなと思って探してるんですけど、1曲もなくて、あ1曲じゃないや1枚もなくて、そう多分ね使って、その私はね使ったらもうフォルダがあれなんでバイバイしちゃうんですけどそれで多分バイバイしちゃってるんだと思うんですよね。あんまりエリーと写真一緒に撮らないっていうか、まあ一緒に活動することがないから、そうだから多分チームも違うし、だから今写真めっちゃ探してるんですけどないから、もう写真このままなしでやろうかなとかも思いつつ、ちょっと迷いつつ今めっちゃ写真を探してる最中ですそうなんですよね、一個もない、すごいぐらいにない。待って、こんぐらいの時、あ、これめっちゃ昔のエリーとの写真あるわ、これにしよう。もういつのってぐらい昔のエリーとの写真がありました。本当にいつのって写真が出てきたから、これを載せますね。 OK ということで、あ、カウントダウン TV ライブライブって載っけるの、あれするの忘れたからもう一回、もう一回ごめん、もう一回正しい、あれは何なんだろう、正しいハッシュタグ、カウントダウン TV ライブ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 、これですね。 OK、ということで、まあこんな感じの曲なんですね私も知らなくって聞いたこと、まあ、嘘です、聞いたことはなかったわけではないんですけど、あの昨日おとつい聞いたんですよ。というのもなんかアットジャムのリハが終わった後に、おとついその前か、アットジャムのリハがあった時に、その後に多分選抜の方々がそのレッスンがあったっぽくて、なんかそのためにそのレッスンのために練習してる選抜の8のメンバーがいて、そう、それで、あ、こういう感じの曲調なんだみたいなっていうのは聞いてってそうだから全く聞いたことないって言ったら嘘になるんですけど、でも歌詞とかをちゃんとこう見たっていうかのは初めてでした。はい、まあなんだろう、多分なんていうか、アイドルが好きな方が好きそうな曲だなみたいな感じやっぱなんかこれまでのネモハモルーマーとか元カレですとかはなんだろう、なんかかっこいいし、すごいめっちゃ
ザって感じではあったりとかしたん、そのザダンスっていう感じ、なんかここ黒くない、ザダンス曲だなみたいな感じはすごい思ったんですけど、そうだから、そうなんて言うんだろう、なんか AKB、 今の AKB を知らない人たちが見て、なんか AKB かっこいいことしてるじゃんっていう、なんか話題性とかには多分なったと思うんですけど、でもザアイドル曲とかザ AKB 曲って感じではないじゃん、なかったじゃないですか。そうだから今回の曲はなんかザ AKB の夏ソングっていう感じがすごくしてて、すごいなんだろう私はどちらかというとダンス曲よりアイドルソングの方がとても好きなの。もちろんあのね、ハモルーマーも元カレですも好きなんですけど、でもやっぱり私はアイドルソングの方がなんか、おなんて言うんですか、自分を見せれるパフォーマンスができるなっていうのは思うのでそう今回のこの爽やかな感じの夏曲アイドルソングっていう感じがすごくとっても楽しみだなって思って、思いました踊ったりするのがね、とても楽しみだなって思いました。そう、そうそうそう、なんかこういう振りとか入っててあれかなと思って、エリーちゃんってなんだっけ、プロデュース48プデュのあれにも参加してたから、猫やーみたいな振りだなとか思ったりとか、あとは歌詞がすごい、2番の歌詞なんですけど、なんだっけな、久しぶりのリップグロスマスク外したみたいなところとかがなんかちょっとなんかあーみたいな、こういうなんていうの、こういう今のこのご時世とかにも重ね合わせてなんか秋元先生が書いているんだなとかって思ったりとかしましたね。はい、とってもでも一つだけ悔しいなと思ったのが、マジカメラ遠すぎいやなんかそのプールとかがあったのはすごい可愛いし、そのプールに浮き輪とかが乗ってたのはすごい可愛いなと思ったんだけど、そうもうちょっとそのプールの横幅がちょっともうちょっと狭かったらというか、もうちょっとカメラとそう近かったらなんか良かったなって思いましたね。そう、うん、でもその分みんなのスタイルの良さがめっちゃ際立ってて、あーって思いました。ちょっと頑張りますってそう頑張らなきゃなって思いましたね。はい本当に頑張りますとは思いましたけど、そうね、そんぐらい頑張ったら良くなる、まあそうですね、頑張ったらスタイルは良くなると思います。私は今頑張ってないんで全然はい、頑張ったら、いやなんか頑張らなきゃなと思いました本当に、うんなんて言うんですかね、はい、みんなのスタイルの良さを見て頑張らなきゃなって気持ちになりました。うん、ね、でも新曲私もいつかはきっと歌うと思うんで、とっても楽しみですね。ドキドキワクワク、サプライズレバーさん、ミラボル4つありがとうございます。ちょっと31が終わってから歌いますね。やっぱ公演までこの声、今日も朝起きたらそうなんか声ちょっと最初おかしくて、もうちょっとね朝よりかは治ったんですけど、
やっぱ昨日めちゃめちゃガンガンに声出して歌った分ちょっとあれなので、なのでちょっと書いておく気はするんですけど、サプライズレバーさんミラーボール4つありがとうございます。トラックエローさんミラーボール2つありがとうございます。パンダさんミラーボール2つありがとうございます。一応その公演までちょっと、ヤローさんミラーボール1つありがとうございます。公演まではちょっと抑えめ控えめ声出さない目でいきたいと思います。そうそう、今日も公演のフレーバーとかも見たんですけど、やべやべやんなきゃ覚えてない全然と思いながら焦ってますね。でもまあ頑張ります。こんな感じだったよね。久しぶりのリップクロスみたいな感じでしたよね。ちょマジあの本当に一回もうさっきしか聞いてないから本当にあんま分かんない。ちゃんと聞いたのは本当にさっきが初めてで、なんかそのさっき聞いたよみたいな話したじゃないですか。その時もそのちゃんとがっつり聞いてたわけじゃなくてっていう感じなので、しっかり聞いたのは今日が初めてだったので、私も全然全然あんまし覚えてないんですけど、でもほんとザ・夏曲って感じでしたね。まあ多分フルで披露 させていただいたからサビがね3回あったっていうのも多分強くて、それが結構サビを覚えるあれになったんじゃないかな。サビ4回か、1サビ2サビ落ちサビ大サビ4回あったっていうのが多分強くて、それが多分こんなにサビだけ頭に残ってるんじゃないかなと思いますね。はい、フルサイズだ、あれフルサイズだったんですよね今日のやつって。え、わかんない、多分フルですみたいなことしてなかったですか。あれ違ったっけごめん、間違ってたらごめんね、間違ってたらごめん。あれフルですみたいな話公式さんツイートしてなかったっけ。でも2番もありましたよね。うん、あったあった、ユーナーさんの歌割りから始まる2番あったあった、絶対あった。ワンツーツーワン、上級のランの日、今日は毎日アイドル上級のランの日です。ありがとうございます。ワンツーツーワン、ワンツーツーワン、イエーイ。すいませんすいません、本日は上級のランの日でございます。毎日アイドルとして、やった。あ、私歴史はめっちゃ苦手なんですけど、ワンツーツーワン上級の欄ぐらいしか覚えあと
いい箱作ろう、釜、蔵幕府ぐらいしか覚えてないです、すいません。マイクさん、ミラーボールありがとうございます、すいません、今度歌いますね、すいません、ごめんなさい、ちょっと喉が本調子じゃないので、あと何かな、私が分かる無事故に終わった大化の改新とか、なんかそこら辺しか分かんない、平安京と平城京も本当に申し訳ないんですけど、泣くようぐいすとなんと立派なは分かるんですけど、なんかどっちが平安京でどっちが平城京か分かんない。本当にごめんなさい。小島さん、ミラーボール一つありがとうございます、ありがとうございます、分かんなくない、どっちが先なんみたいな、奈良時代が平城京で、だから奈良時代がどっちなんですか。そう、だからそういうのも分かんないですよね、似たようなのあると。だからさ、分かんない、やめましょう、歴史の話は私は無理なんで。本当に分かんないんで、ごめんなさい、私が上級の乱へーとか言ったから悪いんですよね、すいません、私のせい、ごめんなさい。ごめんなさい、すいません、自分でしだしたのに、だからごめんねって言ってるじゃん、ごめんねって言ってるじゃん、昨日のアットジャム可愛かった、ありがとう、イエイ、こちらこそありがとうございます、嬉しい、わかりました、ハルピョン。16人もいたから分かんなかったかなとか思ったんですけど、分かってくれたかな、ちゃんと、ちゃんと分かってくれたかな。そう、昨日はくまさんヘアをさせていただいて、そうなんですよ、本当はうさぎさんツインテールしようとしてたんですけど、ちょっといろいろあってくまさんヘアにしました。そう、うさぎさんツインテール、まあうさぎといった、あ、やば、リップ変なとこについた、ね、京香ちゃんも可愛かったね、本当に、ツイッター、京香ちゃん可愛かったね、ツインテール、え、待って、私京香ちゃんにフォローされてないんだけど、え待って、あれ、フォローされてたよね、昔フォロー外されてる、え、わかんない、あれ、されてない、元からされてないっけ、あれ、どうだっけ。待って、衝撃的な事実発覚、え、あんま覚えてないんですよね、誰からフォローされてますとか、そんな覚えて、一人一人覚えてたらちょっと怖いですよね、逆に、え、めっちゃ、え、嘘、
元からされてないんだっけ。どうだっけ。いや、されてるはずなんだけどな。されてたような気がするんだけど。え？ちょっとびっくり。そうですね、何も見てないことに。え？嘘でしょ？いや、まあ確かに私もエイトのこと全員フォローしてるかって言われたら確かに分かんないかも。してるかな。そうですよね、そういうことですよね。いや、何も見てないことにします。そうですよね、何も見てない見てない見てない私は何も、そう、何も見てない。私は何も見てませんえ、いや、何も知らない。いや、でもありますよね、私もフォローは、ま、なんか押しちゃったみたいなことありますし、たまに。そう、あります、あります。はい、そうですね、何も知らない、あるある、あります、あります、あります。え？なんで？いや、あるある、よくある、よくある。いや、よくはないかもしれないけど、ありますよね。え、結構ショックそうなんだ。胸貸せ、ありがとう胸貸してくれてありがとう そうですよね、ありましたよね。私もたまに、なんなら私もあったし、そのフォロー外れちゃってたみたいな、ありました、ありました。はい、ってことにしましょう。とりあえず、そうですね、10分前まで記憶喪失一旦カチッと。はい、はあ、はい。新曲良かったですね、本当に。久しぶりのリップグロス、私もきっといつかあれを披露する時が来るのかなとか思いつつ、ドボンライブとかでやるのかなとか。いや、どうなんだろう、何もセットリストも何もドボンライブ決まってないですし、そうそうそう、どうなるんだろうっていうのが全くわからないんで。ギャローさん、ミラーボールありがとうございます、ありがとう。そうそうそう、何も決まってないんで、やるかやらないかもわか、いや、ドボンライブ自体はあるんですけど、そう、どうなのかわかんないし。え、もしも、もしもですよ、もしもあのまたドボンライブがその一緒に、一緒にじゃない、やりたい曲できますって感じだったら何やってほしいですか、皆さん。私何やってほしい、ユニットもそうだし、センターでハルピョにやってほしい曲、何ですか何ですかね、何かやってほしい曲あるかな。うん、何やりたいかな、私自身って考え、なんかもしものことが、そう、なんか去年のそのドボンライブの時からなんか考えてはいたんですけど、いや、何でもいいなとか思って
そう、いや多分根も葉もって言ったら奈々さんセンターになるんで、もしもね、やれたら。まだわかんない、まだそういうのもわかんないからあれなんですけど。どうしようかな。みんなユニット曲しか言ってくれない 全体曲も募集してます。ユニットはそうだな、いやまずソロ曲をやるかやらないかによって本当にユニット曲は決まってきてて、決まっちゃって、なんかどうしようみたいな感じ。なんか1位になってないから、今回はソロ曲やるのも気が引けちゃうんですよね、とっても。そうだから、どうしよう。まあ勝手にさできると思ってるけどね できないかもしれないし、普通にセットリストは何運営さんが決めるかもしれないし、ちょっとそこら辺は分かんないんですけど。てか誰が出るの、まず。ドボンライブ出演メン、出演メンバーとかで検索したら出てくるもん。2周年、あ、誰かが載せてくれてる。あ、ドポン独り占めの公式さんだった。ナナさん、ハルピョン、セナタン、ユイリーさん、ナルちゃん、ユイユイ、オタケちゃん、サホさん、ナギちゃん、クロスちゃん、急にそこに入る？ヒナナさん、ミヨンさん、オダエリ、シタオ、ズッキー、セナさん。ふむふむ。何かなんかあるかな。骨骨ワルツはやらないですよ。骨骨ワルツなんか難しいらしいし ねえ、セナタン戻ってこられるかな、それまでに。もうセナタンが戻ってこれないなら延期しましょう 絶対それはそう。でもさ、なんかそれで気負っちゃってさ、あ、私のせいで延期になったって思っちゃうのもあれだから。でもゆっくりね、戻ってこられる時にゆっくり戻ってきてほしいって気持ちもあるし、難しいんですけど。なんかいいのあるかな やりたい曲。いや、チャンスの順番は去年やったんですよね。
なんかあるかな。蜃気楼も去年やってたし、鏡の中のジャンヌ・ダルクは昔多分確かやったんですよ、私アイアライブかなんかで、第1回の時にアイアライブの時もやったし、なんかあるかな、いいの。 勝手に曲決めれると ね、あれしてますけど、決めれないかもしれないけど、誘惑のガーターもやったし、やらさせられた やらさせられ、静岡ツアーだっけ、やらさせられたし そう いや違いますよ、スタッフさんが、運営さんが「おいやれよ」って言ったとかそういうわけじゃなくて、そのまあゆりが、その横道ゆりちゃん、その時にね、静岡代表だった横道ゆりちゃんが、なんか私と服部と3人でユニットをやりたいみたいな言ってくれて、そう で、まあ、私はすごい可愛い系のキュルキュル系の曲をね、なんか元気系の曲とかもやりたかったんですけど そう、ゆりも卒業するってあったから、なんかそういう、なんて言うんだろう、なんかこれまでのいい感じのあれとかの方がいいし、私もそっち系の可愛い系の曲の方が好きだなと思って思ってたんですけど、そしたら なんかもう いやガーターやりたいっていう意見が あって、そうでガーターになりましたね。なんかゆりもその確かにみたいな、その大人になった私を最後に見てもらってみたいな話してて おいおいマジかと思いながら 私も別になんか嫌ですとも言えないし まあいいかと思って、別にね、やることもね、なんかそう、なんていうの、その運営さんにこうや入れられるユニットを何にするってやられる時に、きっと私がガーターになることはないし そうだから、まあこうやってメンバー同士で曲が決められるって時にやっとくのもありかと思って21 だったし、いや、あ、分かりましたって言って誘惑のガーターをしたんですけど、もうガーターはやらないです、私は。めっちゃ椅子を使う演出なんですけど、あれサビでなんか飛ぶ時に、そう、体重のかけ方が多分後ろに行っちゃったのかして、そう、なんか椅子の背もたれを持ちながら上に飛ぶっていうなんか振りがあるんですけど、そこで椅子がガタンってなったんですよ。そう、まあ怪我とかはなかったんで無事だったんですけど、ガタンってなって、もうあれ以降もう椅子を使った 曲はもう怖いなって思っちゃうようになってて、そう、まあ、やってないんでいいんですけど、そうなんですよね。なんでちょっと椅子恐怖症 ガタンになっちゃったんですよ。だからちょっと椅子恐怖症、まあやってくださいって言われたらやるんですけど、全然別に、そう、でも自分からやりたいですとは言わないかな。やってくださいって言われたらやるぐらい。なんか本当8に所属させていただいてると、いろんな曲を本当にツアーとかでやらせていただけているので、なんかなんて言うんでしょ
まあもちろんやってない曲もいっぱいあるんですけど、いろんな曲をやらせていただけてる分、何こうあの時のなんだっけ1月の8の日の時もそうだったけど、何やりたいですかってなった時に困る、そういえばみたいな、これまで何やってないかなみたいな考えたりして、ちょっと困っちゃうっていう部分はあります。まあも今年全然違いますとかだったらあれだけどね今年全然なんか普通に勝手に決めますみたいなあれだったら残念だけど、残念ではないけど、それもそれでね、どんな曲になるのかとか面白いし、意外性意外性か、いやすごい、ダンス曲とかなんかエロエロソングエロエロソングとか言っちゃったとかがすごい多いですね。他の AKB のグループの曲は NG、 わかんないです、まず選べるかもわかんないし、どうなのかわかんないけど一応聞いとこうと思って。虫のバラードはね、前回ひななさんがソロでやってましたね。はい。恋愛禁止条例は昔ゆりと、あれゆりだっけ、あ違う、なぎちゃんとモカ、あれ誰とやった、誰かとやりましたね、一緒に3人でどっかのツアーで。いけないと分かっても、ファーストラビットも前やった前やった、月と水鏡はもう多分緊張しちゃう、緊張しちゃう。あなたに会いたいよ、わがまま言ったら緊張しちゃうゆいさんのことしか思い浮かばなくなっちゃう、どこでやるんだろうね、まず場所もわかんないし、八王子かなまたどこでやるんだろうね。女の子の第6巻もやったことあります。振り付けは違ったけど、中野郁美が振り付けしてたけど、それもやったことある。意外とやったことあるやつ多いんですよね。そうそう。意外と。ドゥイドゥイがまた痛いだってなんだっけ、ごめんね好きになっちゃって
でもあれめっちゃ大変なんだよね、振り。めっちゃ大変なんだよ、忙しい本当に。あれごめんね好きになっちゃってってさ、だってゆいちゃんセンターの曲だよね。ゆいちゃんがセンターやりそう、私センターできなそう。さすがにリクエストした人ができるかな、わかんないけど、やるならセンターでやりたくない？だってそういうさそうだからやるならセンターで、まあ、まず本当にあのさっきから言ってるけどリクエストかもわからないんであれなんですけど、アーモンドクロワッサン計画もやったことあるんだよな。うん、1月の8の日の時、1月の8の日って何って感じなんですけど、1月の8の日の時にやったんで希望についてもやったことある、熊本ツアー。あれめっちゃ難しかった、振りあれめっちゃ振り難しかったですよ。うん、チューズミーもねチューブでめっちゃやった、もうやったことある曲しかないうん、まあそうですよね、結構やった、いややったこと、いやそんなことないんですけど、ね、いっぱいやったことない曲もいっぱいあるんですけど、うん、ステージでお風呂入って16期の曲どういうこと、何を言っているんだこの人は、よくわからない想像されていますどうしようかなって感じですね。意外な選曲の方がいいだって。でもそれはハピョンがやるってなった時にやりたいかってことですよね、うん、今日からワンダーランドはないだろうこれからだしこれからだしこれからワンダーランドだし、これからワンダーだ、ふふ。今日じゃないよ。臆病な怠け者。チーム A の曲かな。どうしようかな、やっぱなんかでも1位だった時の方がやっぱ曲は決めやすかったねもうこれとこれとこれとこれってもうすぐ決まった。2位ってマジむずい。すべては途中経過、熊本ツアーでやりました。熊本ツアーでやっちゃったよ。ちゅんちゅんとナインティーは私も22なんだわ。はい。22なんだわ。
7時12分の初恋、山形ツアー、福島、岩手、どこだっけ、東北のツアーでやった。あえて狼とプライド、もう何回もやったことあるからいい。うん、22ということはマホピ、いやマホピョンの方が1個上です。はい、マホちゃんの方が学年で言うと1個上、マホちゃんがまだ誕生日迎えてないのかな。よく覚えてるね。ああ、そう、そんなこともないけどね、覚えてない曲とかもいっぱいあるけど。うん、どうだろう、ハイスクールデイズ、うん、まずハイスクール、ハイスクールか、あれ、いや違うよ、ハイスクールデイズではない、私ハイスクールを高校生でしょ、だから富山ツアーの時にハイスクールデイズやったんです、そうだ。まほちゃんは24か25だった気がします。え、そうなの、そんな上、嘘、1個上とかじゃないんですか、23とか、え、そうなの、24とかなの、嘘だ、いや今22、23です。おいおいおい誰が正しいんだ、23だよ、22だよ。調べよう、全然みんな不正解。誰も正しくないじゃん。誰も正しくないは嘘ですけど、全然。大森真帆、一個上だと思ってたけど、ほら1999年12月5日生まれ、今年23の年ですね。23の年でした。なんかあるかな、君とどこかへ行きたいっていう曲が可愛いらしい。後で聞いてみよう。なんか新曲 HKT さんの、あの B さんはなぜ亡くならないのかみたいな曲あったと思うんですけど、なんかめっちゃ可愛い曲だなと思ったんですけど、なんかなこさんがこう最初手こうやってやってるところじゃないですか、
あれがめっちゃ難しそうだなと思ってなくなるのかかなくならなかった、私の中で B さんごめんB さんはなぜなくなるのかっていう曲、そうなんかすごい可愛い曲調の曲だなと思ったんですけど、真帆ちゃんがこうやってやってるのがすごい大変だな、あ、真帆ちゃんじゃないやもうやばい、今頭の中こう、あの、ま、なこちゃんが、なこさんがもうダメ一応そう、なこさんの方が先輩なんで、でも私はその本当にずっと、うん、だからちょっとはい、もう一番最初からいきますねHKT48 さんの今の新曲 あの B さんはなぜなくなるのかっていう曲があると思うんですけど、のあのその矢吹奈子さんがこうやってる、こうやって手こうやって最初なんかこうやってやってるじゃないですかあれがすごく難しそうだったから、なんか無理だなと思ってそうで、なんかTikTok に上げようとしたんですよ、その時。でもその手が難しそうだったから、その TikTok に上げなくて、でなんかその別の時に TikTok を見てたら、別のメンバーがその B さんはなぜなくなるのかを披露してた時に、別のメンバーがセンターだったやつを見たんですね。そしたらなんかやっぱりこの曲はナコがセンターじゃないと嫌だみたいなコメントがめっちゃあって、そんなそんなこと言われちゃうのと思って、もしもねその私 のまた今年も意見をやりましょうみたいなことになって、でなんかもしもこの曲の意見が私の意見が通ったとして、でもしもハーピョンがやったとして、でもしもそれが例えば放送、またね今年も放送とかされたりとかしたとか、まあそれこそ今の映像倉庫にも入ってたりしてて、でそれが TikTok に載って、でもしもハルピョンがやっぱりこの曲はナコじゃないと嫌だとかって言われて、もうってなったらもうメンタルやられるんで、ちょっとこの曲は一度はやってみたいけどリクエストはできないなって思いましたはい、もうもしもの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 もしもが重なった時の話ですけどね。でも曲調はめっちゃ好きなんです、 MV もめっちゃ可愛いしすごい好きな曲なんですけど、そう、うんって感じ。怖い怖いと思ってうん、いやそれがさ、例えばさ、なんか別の例えばなんか総選挙とかで決まった曲とかだったらなんかあーまあまあって思うけどシングルをそう言われちゃったらもうねえ、うんうん、もう何の曲もできなくなっちゃう。そんなこと言ったら AKB の曲全部前田さんじゃないとやだみたいな言われちゃうよみたいなそうですよね、うん、だからすごい曲調はすごい好きだしすごい可愛いし、私的にはすごいめっちゃ好きな曲なんですけどっていう感じかなそう、うん、結局どうしよう、まあ、勝手に決めれる想定で今喋ってるけど、私不器用太陽、不器用太陽さ、なんか途中振りめっちゃややこしいですよね。だからか、不器用太陽、テレテレテレテテ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 テみたいなそこめっちゃむずそう、うん、
ギンガムチェックはやったことあるんですけど、なんかあれではやったことあるんですよ。その外周みたいなところではやったことあるんですけど、16人の中にはではやったことなくて、そうでもめっちゃむずくてそうなんです、めっちゃむずくて、外周でさえめっちゃむずくて、なんだけどなんかそうなんですよね。だからそれを他の多分さ先輩とかさ、まあ、選抜に入ってる人たちはさ、何回も銀河チェックなんてやったことある曲じゃないですか、シングルだから。そうだから一人めっちゃ苦労するやんって思いながらそういつかはね。でも銀河チェック私意外とないんですよね、16人の中に入ってやったこと。うん、卒業までやらないのかどうなのかっていう感じなんですけど、エリーってこんな細いんだ、激細で激顔ちっちゃで激身長高ですね、すごっ。急に急にスタイルよく、ちょっとそろそろ考えなきゃなそろそろ考えなきゃなもう22なんでね、油断したらブクブク太っていく一方ですよ。はい、筋トレとかもしてないからもう急に来るかもしんない、本当に。よくママに言われるんですよね、私もあんたみたいな時はそうだったよ、あんたぐらいの年齢の時はそんぐらいだった、気づいたらこうなってたそう、はい、わかりましたまあスタイルなんて遺伝ですからね、気をつけます。うん、何から
でも昨日さやりんに、さやりんめっちゃ痩せたって話してて、さやりんとさやりんにね、どうやって痩せたって聞いたら、もう食べない、動く、終わりって言われました。あ、無理だと思って食べたい、動きたくない、終わりそう、いや仕事が欲しいですね。毎日公演とかあれば、うん、食べない動く終わりはできるんですけど、でも仕事がないから食べたい動きたくない終わりなんですよね。はい、うん、そう、わがままボディになっちゃう。あ、やばい、悲しい発言しちゃった。あ、ピョンズの家を回ってくださいだって。もう回りますよ、なんなら。回っちゃうよ。写真撮ろう。やめよう、メイクしてる写真載せよう水着の仕事をすればいいと思いますだって。でも私テレ東さんのお風呂のあれも前日に言われたんですよね。温泉入れますかみたいな、てか入ってくださいみたいな、なんか橋本ちゃんしかいなくてみたいなそうだから多分前日とかに言われるいやさすがにグラビアはそんなことないのかな、やったことないからわかんないんですけど、そうそうそう、先週駿河湾フェリーに乗ってきたけどみんなで描いた絵はもうなかった、だって。そうなの、もうないの、やば、早っ、もうなかったんだ。そうなの、びっくり、早いね。まあでももう半年経ったからか。跡形もなくってこと？わかんないわかんない、私はわかんない、今このコメントを読んでそう知ったんですけど、跡形もなくなくなってるの？おーい、コメントくれた方誰、なんか人参のアバターの人、壁ルネさん、おーい、いなくならないで
情報求む。暑くて船内全部見たわけではないですが、多分ここかなっていうところは真っ白でした。そうなんだ。もうなくなっちゃったんだ。あ、いいえ、コメント遅くてすみません。いいえ、ありがとう、長文でちゃんと送ってくれてありがとう。そうなの？ないらしいです、皆さん。びっくり。あ、じゃまー、なくなっちゃったのか。駿河湾フェリーは、あ、だって一つしかないらしいよ。だからもうないってことはないんだよ。そうなんだ。なんかいくつも船があるんじゃないってめっちゃ来てたけど、一個しかないらしいですよ。いや、わかんない。私もわかんない。行ってないから。びっくり。今日は知らなかった方がいいこと。なんかありましたっけ？他に知らなかった方がいいこと。なんかありましたっけ？他になんかありました？もう忘れちゃったな。なんかあったっけ？なんかあったっけ？え？ないよね。もう忘れちゃった。なんかあったっけ？ちょっと覚えてない。9点の目代わり買わなきゃなって。第2弾何買おうかなって。
お腹、確かにお腹は鳴りましたね。あと何かありましたっけ。今メールをね送ろうと写真を貼っつけてる最中、すいません。毎日 TikTok 今日更新したよね。あれしてないっけ、あれした気がしてたんだけど、あれしてないっけ、嘘。ちょっと待って、今メール送ってから見る。あれしてるよ。悪魔のキスマってやつしてるんで、投げキスもらいに来てください。これもやりました、ノイミーさんの。え、待って、もう一回。ねえ待て、え、これって絶対だってだってときめきラビューってやつもやったので感情ゼロこんな感情ゼロなあれってあります。ぜひ昨日どうしたので見てください。なんか毎日投稿あんま伸びないんだけど、まあいいや。てか TikTok といえば、そのスタッフさんに聞いたんですけど、もう一回そう返信なくて、え、そうなんですかね。ちょっと待って、今でもね多分ね、あ、でも既読はついてる。さっきは既読がついてなかったからどうなんだろうね。どうなんですかね、ちょっとお願いって感じ。サイン書いて見せてください、現在お話し会の再販をやってます。ぜひサイン会に来てください、待ってますぜひ抽選などで与えてください、お待ちしてます。はい、これでいいですかこれでいいですかね。あれ、私って10月、ちょっと待って、お話し会の予定ちょっと一回スケジュール表に入れよう。司会の予定はファンの方が作ってくださった画像を見て、それをそれを、スケジュール表に入れるのが一番楽なのででも時間わかんないんだよね、だから
iPad に転送してこの写真を。なんか最近 iPad のさ、エアドロの調子が悪くてさ、再起動しよう iPad。お話し会第1部はすっぴんですか？そんなことはございません。今はすっぴんですけど、さすがにそんなことはございません。すっぴん、いや普通に顔ブスなんですけど、そうやっぱ肌に負担をかけたくないから、あんまりメイクを、お、来た来た、再起動したらやっぱ来ました。あ、2枚も来た、いらないよ、1枚でいいよ1枚でいいよ。可愛いですよ、だって可愛くない。もう本当に今日のみんなの久しぶりのリップグロスの歌ってるみんなの顔見て本当に自信なくした本当に自信なくした、マジで。うん、結構結構自信喪失した、今日顔もスタイルも本当にあーってなりました。やっぱそうだよなって、そう、選ばれる人ってやっぱこうじゃないとなってすごい思っちゃってそう、もう今日みんなマジ可愛すぎて辛かったですね。ちょっとじゃあ今から私のスケジュール帳に私のオンラインお話し会の予定を入れていくんですけど、来るよって人いたらぜひ行くよって言ってください。時間とかってどこでわかる？あ、ここでわかるのか。テレビでは 300% 可愛くだって。そう。初めて入ったらめっちゃネガティブだな。ドンマイ、おいおいおい、元気づけてくれよ。ドンマイだけで終わらせるな。元気づけてくれ、おいおいこの子ネガティブだなと思ったんだったら元気づけてくれよ、ドンマイだけど終わらせないでくれ泣いちゃうぞ、おいおいおいそれは可愛いでしょう、何万人ものオーディションに通ってるわけだし。何万人もいたんですかね、富山県あのチーム8って各都道府県でやってるんで、多分何万人も富山いなかったんじゃないですかね。もう一人だったんじゃない、なんなら。10月29、5678、合ってる ?6789 ですね、違いました6789。お話し会、いつもなんて入れてたっけ、オンラインお話し会、オンラインお話し会っていつも入れてるわ、オンラインお話し会6部が16時15分から
21時15分まで。もう結構ハード。しかも休憩ないやつやん。6部と7部の間に30分しか休憩ないやつやん。6、7、8、9って一番ちょっと大変なんですよね。そう、6、7、8、9ってちょっと大変なんだよね。次の日が30日が1、2、4、5、10時から16時までオンラインお話し会。次12月10日が1、2、4、5、1、2、4、5が一番楽です。いや、そんなことないな。2、3、5、6が楽だな。でもまあ2部から始まれるのは大体その選抜に入ったら、そう、1日6部とかになって、2部から朝遅めから始めれるので頑張ります。12月24、6、7、8、9。12月24。6、7、8、9。お話し会はまだ申し込みできます。できますよ。お待ちしてます。今日から始まったんですかね、確か。なので目指せお弁当2つ。そうなんですよね、お弁当南部でお弁当1つなんですよ。だからお弁当2つもらえるには。あ、でもね、聞いて、12月25日、2、3、5、6だ。お、一番いいあれです。25、嬉しい。なんで23なんて言った、2356、17時15分まで。やった、2356、一番いい。ハルピョン的にはね。そうで、1月15も2356。やったやった、コピー嬉しい。1月15はコスプレ、うさぎのコスプレをする予定なので。1月21日、5678、休憩なくなった。5部からだから15時から。休憩ない。5678、20時まで。まあでも、いや、一番本当にあれなのは本当に6789がちょっと一番で、次の日一部からとかだったらちょっとつらい。そう、ちょっとつらい。だから10月はちょっとだいぶつらい。29が9部まであって30が一部からなので、ちょっとだいぶつらい感じにはなるんですけど、頑張ります。1月22、1、2、4、5、はい。まあでも私はまだ
4部だけど1日6部とかやってる人もいるので、そこの領域まで達さなきゃいけないですよね。2月12、1245、で2月19、6、7、8、9、16時15から21時15まで、そう、私よりも、私は1日4部だけど6部やってる人とかもいるから、うん、そうですよね、頑張ります。私はまだ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 、頑張るぞ。おう、先すぎてまだ予定が組めない確かに、うちら本当どっちか極端ですよね。だいぶめっちゃ先かめっちゃ早いか、うん、めっちゃ極端。メール書いてます。竹兄さん、ミラボールありがとう。待っててね。また1日9月以降に歌うね。ちょっと。花火のポイントね、これいつまででしたっけ、花火のやつって。でも25万ポイントとかでしょいつまでなんだっけ。
31日まで。あ、そうなんだ。20万ポイント31日まで。福袋発送のメールが来ました。やったね。そう、あと5倍です。意外とあと5倍。いいですよ、みんな頑張んなくて大丈夫。うん、私まだ前回もらったアイスのやつも使ってないし。今回は頑張んなくていいです。はい、また何かはいって時に一緒にお願いします。そうね、フリーのギフトはねぜひ投げていただけたら嬉しいなって。お、ここにライトあったら、ライトっていうか iPad だけど、めっちゃ女優ライト感、目疲れそう。うん、フリーのギフトはよろしくお願いします。それ以外は本当に頑張んなくていいです。なんかね急に疲れちゃった。疲れがどっときました、急に。いや、ほんと B 公演大丈夫かな、できるかな、めっちゃ不安なんですけど。ドボンの一押しガチャ引いてない、引こう。よし、ドボンの一押しガチャを引きます。誰がで今誰を持ってて誰を持ってないんだっけ。欲しい、自分のシークレットは確か持ってないっぽくて。そう、あと欲しいのはひゆかちゃんとひかるん。ひかるん、あれ、ひかるんって今ってどうなってんだ。ひかるんって今どうなってんだ。カード、まだ休業対応中かな。
どっちだ。あ、大丈夫だ。お猿さんがある。じゃあ、ヒカルンの飛行。お猿さんありましたよ。カード情報みたいなと、ガチャ情報みたいなとこに。だから来月から復帰するんじゃない？普通にカードとしてはあった。出ないけど全然。全然出ないけど。全然、あ、出た !UR ゲット。じゃあ後でシークレット確定の時に引こう。ひゆかちゃんは？ひゆかちゃんは UR を持ってないんで、頑張って UR をゲットしたいと思います。今から。ひゆかちゃんの UR とひかちゃんのシークレット。あ、待って。でもシークレット確定になったんで、一旦ひかるんに戻って、それはあなた。ひかちゃんに戻って、ひかちゃんのシークレットをまずはゲット。2枚出た。もうみんなのくれたコインのおかげで私はこんなに引けてます。ありがとう。何回引くのって感じですけど。あ、ひゆかちゃんの UR ゲット。これでひゆかちゃんは揃いました。続いてハルピョンさんの UR ですね。ん？ハルピョンさんは何持ってるんですか今。この UR はおしめイベントなんでハルピョンさん何も持ってないです。ハルピョンさんはシークレットも UR も持ってないんでどっちも引きたいと思います。あ、 UR 出た。え、かわいいじゃん。漏れてるじゃん。なんかちょっとセクシーだし漏れてるじゃん。ちょっと頭の帽子でかすぎて浮いてるけど、まあいいや。なので後でシークレット確定の時に引けばよくて。岡田里奈さん、オカリナはシークレット持ってないから、オカリナどっちも持ってないからオカリナ引きます。ハルピョンの UR が欲しい。あ、ただ橋本さんのダイヤのかけらがたまったので橋本さんのシークレットをまずはゲットします。はい、ゲット。え、これもかわいい。漏れてる。うん、シークレットも漏れてるよ。この日漏れてんな結構。カード変えとこ。で、オカリナさんのガチャを引きます。はい、来た。オカリナ UR シークレットゲット。覚醒。あとはひーちゃんも引こう。ひーちゃん全然持ってないからひーちゃんも引いとこう。ひーちゃん1枚しか持ってないんだよね私まだ。お、 UR ゲット。なんかひーちゃんのカードだけなんかおしゃれなぼかし入ってるんですけど、何これ。おしゃれなぼかし付き機能入ってますよ。すごいおしゃ。吉田カレンさんは
私はね、石田カレンさんも持ってないですね、何も。どっちももらいます。何これ、鳥？吉田さん鳥着てる、かわいい。待って、吉田さんのシークレットと本田さんのシークレットを今持ってない。あと誰引こうかな。ニーナちゃんがカードなくなっちゃうんだよね。ニーナちゃん引こう。でもシークレットがたまったので、吉田さんのシークレットをゲットします。はい、出ました、ありがとうございます。ニーナちゃんの UR ゲット。他誰か欲しい人、誰欲しいかな。エミちゃんゲットしよう。てか今回のさ、これ全体的にみんな可愛いから全体的にゲットしたい。うん、お、 UR ゲット、パンダさん。こんな若い子にこんな背中出させちゃって本当にもう。一体どれだけ持ってるんですか。だって、いや全然ですよ、全然ですよではないか、みんなからしたら多分羨ましいかもしれないんですけど、本当に皆さんがあのいいねを押してくれるから私のコインをあのこうこんなに貴族の遊びかのように使えるだけなのでこれからもいいねしてください、お願いします。シークレット誰だっけ、ひーちゃんか。一応これでひーちゃんのが全種類揃った。9月11に波動、あれ9月13だと思う私、多分9月13のはず。ナナさんのシークレットゲット。UR が出ない。UR 全然出ない。9月13のはずだな。お、UR 出た。よし。覚醒。これでニーナンちゃんのシークレットをゲットして、ニーナンちゃんも一応全種コンプして卒業。よし、わ、
適当に弾いたらマチャリンとチャケのシークレットが出ました。貴族の、あ、さとみなちゃんのシークレットも出た。かわいい。これは何を着ているんだろう。かわいい。あ、きょんちゃんの UR。 もう遊んでるもん確実に。やばい、そろそろやめないと、ガチャ引くの楽しい。ハマちゃんのシークレット、あ、めっちゃ楽しい。今あと2回サッホーさんとまなみさんの UR、 ラスト1回。ちょっと誰に引こうかな、誰のシークレット欲しいかな。水島ちゃん全部持ってんだ、うち。顔かわいい。そう、ランダムのやつ聞いてた。うわ、ハッツどっちも持ってないな。うわ、ハッツのどっちも引きたくなってきちゃった。ハッツ一回引いてどっちも出ることを祈っとこう。よし、じゃあ宇多田ハツカのシークレット確定一押しガチャ、 UR も出ろ。お願い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 、あ、出なかった。シークレットだけだった。いや、今日はこれで終わり。あ、嘘、あと1回引こう。いや、このコインの綺麗にしたいんですよ。4000みたいなところを綺麗にゼロにしたいから、あと1回引きます。宇多田ハツカ UR、 うん、シークレット、もういい。今日はもう引かない。今日はもうダメです。橋本さん一度ストップ。いやー、楽しいガチャでしたね。今だからドボンやってみた。わ、11位に落ちてる。この間9位まで上げたのに。上げなきゃ。やばい。でももうできないんだけど、私しばらくB 公演やんなきゃいけないから。腕太っ、マジで無理。待って、痩せよう、本気で痩せよう。でも食べない運動するは無理だから、食べる運動するでいきたいと思います。はい。
べない、運動するはうちは無理なんで、食べる運動するで。二の腕ってどうやったら痩せるんですか。マジで一生の課題なんですけど、これ本当に。でもさ、もうダメ、今日はやらない。お風呂入ったからもう汗かきたくない。今日はお風呂入ったからもう無理、汗かきたくない。ちょっと今こうやった時に腕太すぎてちょっと泣いた。いや、普段から腕は太いなって思ってたんですけどね。いやでもしょうがないんです、テニスをやってて、あのそうなんですよ。なのでその時についた脂肪が、筋肉が全部脂肪になっちゃったのでしょうがなくて、甘えですよね。でもこれも甘えなので、え、この人と4回連続やってて、この人と3回連続やってんだけど、何？やば、すご、わい、すご。かわいい二の腕、嫌ですよ、一番嫌だ。可愛い二の腕ってことはプニプニしてるよってことでしょ。プニプニしてるよってことはちょっとぽちゃりじゃないってことでしょ。腕立て伏せでも効きますよ。プランクは効きますか。効きそう。腕立て、腕立てできない。いけ、楽しい。でもラジオ体操したら痩せるって聞きますから、ラジオ体操、いやでもいい、言ってもやらないのが橋本さん。いつの間に、はあ、いつの間にこんなになっちゃったの君は。なんか本当に悲しく思っちゃう今日。今日のカウントダウン TV ライブライブを見てマジで本当に悲しくなってきちゃった。そうだから、頑張るわ。絶対この人合わせに来てるよね、ピョンズのカードじゃないのに。ピョンズのカードではないか、ハルピョンのカードじゃないのに。合わせるんだったらハルピョンのカードにして。タン押しって書いてあるのに、
パオン氏だったらハルピョンのパラダイスの称号なんていらないでしょ。矛盾してるよ。だからドロースリーあげる。悪い子、悪い子どこだ。はーい、なんかランキング上がらない気しかしない。ちょっとゴールデンベッドタイム、うわ今日ゴールデンベッドタイムドボンすればよかった。どうしよう、100位以内に入れないかもしれん、10位以内に入れないかもしれない。どうしようどうしよう、やだやだ、あーどうしよう、誰かあーどうしようどうしよう、夜中できないんですよ私たち、夜中はできない設定になっちゃってるの。うん、そう、そう、でも公演の準備の方が頑張んなきゃいけないから、ヒョンズを育成させすぎた。つらい。イベント中以外もできるのでは、だからできなくなったの。できなくなっちゃったの。なんで？イベント期間じゃないのに。なんなら夜中の方がするし、私朝やんないよ。朝なんて寝てるよ。じゃんけんしよう、負けた、もう無理、じゃんけん。どうすんの、来月めっちゃ大変なイベントあったらみんなハート貯めとかなきゃいけないんじゃない、みんな。ハート貯めとかなきゃいけない、わかんないからちょっと何とも言えないけど、イベントあるかないか、みんなハート貯めとかなきゃいけないんじゃない、ほら。こうやって私が充血に入れるように促す。眠いくなってきた。ダメダメ、今日は泥明けの練習しなきゃいけないの。
ダメダメ。皆さんもご一緒にはアットジャムで会ったから大丈夫そう。あのね、ポジションが違うんだよ。すみません、オートになってます。オートなら今じゃなくても会えるよ。ハルピョンとなら今じゃなくても会えるよ。オートなんだったら今やめよう。じゃあいつでも会えるよ。ハルピョンは今日しかやらないわけじゃないんだから。ドボン、いつでも会えるから今やめとこう。うん、ハピョンもオートの時に対戦するより普通の時に対戦したいから今やるのやめよう。こんばんは。なんか急に泥空きが不安になってきちゃった。突然歌いながらやりながら全部やります。やらかそうも不安だし、普通にリハ映像、いや何見たらいいんだろう。まあこれでいっか。そうなんだよね、公演マジ忘れないようにって本当にこの思い出す時間が一番いつも無駄だって。公演なんて何回もやってんだからさ、もう出たいよいっぱい本当に。B は人が揃わないことがね多いんですよね。そうで、それとか人が揃った時に私がちょうど出れないとかっていう時が多くて、その出れない私のタイミングがちょっと悪かったりとかして、そうっていうのもあって、あ待って、全然なんか起動されないんだけど、なんで？パソコン重いわけじゃないと思うんだけど。一人しか出れない。あー確かに。それ言っちゃおしまい。なんだ私何言った今。ごめん、なんかおしまいにしちゃった。何言ったら、何言ったことによっておしまいになったんだろう。マジでパソコン重いんだけど、なんで全然開かれない映像。
再起動。でも多分普通に YouTube とかは入るんですよ。だから多分普通にこのこれが重い。サイト、ドライブのサイトが重い。セリが最高部でも最高部の位置でもハルピアンなら大丈夫。え、煽られてます？私これ煽られてるんですかね、これって。私何ですか、喧嘩でも売られてます？今買わないですよ。はい、もうこれが買ってますって感じなんですけど。ああ、そうですか。はーい。ドボンでうっぷん晴らす。え、待って、やだ、ドボン返しされないで、やだ、しないで、絶対ね、怒っちゃう。わ、ドボン返ししないでくれてた、ありがとう、優しい、めっちゃごめんね。優しい。昨日もドボンできなかったからね。てかさ、推しメンがハルピョンじゃない人が十傑にいるのはなんでなの。もうなんかハピョンって焦るとイライラしちゃうんですよ。そう、だから今公演でも焦ってイライラしてるし、もう公演やばいかもしれないっていう焦りと、あと十傑に入れないかもしれないっていう焦りと、もうもうイライラしちゃってる今。やばい、落ち着け心。ふう、なんでなんなんでなん。一回再起動しようかな、パソコン。十傑は来月頑張りましょう、だって。まあでももう落としてるしな、何回も。はあ、別にいいんだよね、落としたら落としたで。他のウェブアド百傑狙うか。マヨマヨマヨビーム。一旦そうしよう。いいや、やめた。やめた。他のメンバーの百血でエラーを。ひゆかを一押しにする。ニックさん、ミラボールありがとうございます。ちょっと今日喉の調子が悪くて歌えないんで、また今度歌います。DD なのにパラダイスの称号持っててすいません。ウケる、マジ。一時期ほんとあれしてた、称号配り歩いてた。ちょっと待って、声だけうちにするわ。なんかいつもと違って、なんかちょっと違和感しかないから、一旦声だけうちにして、そう、ロックだけうちにして、でも画面ロック、ホーム画面ロックだけ自分にしとこう。声違うとなんか調子狂う。でも一押しはひゆかちゃん、ひゆかちゃんでいきます。
さ、当たったらえってなるかもしれないけど、ハルピョンだってなるんで。当たったら比喩かなことか。このカードゲットしたいのは比喩かオカリナ、あとヒカルンもだけど、ヒカルンも今月は一旦休お休みの月だからドボンだけ。そうだから比喩かとオカリナさえとりあえず入りたい、入っとけばって感じかな。まあでも105位と106位だ、入れる入れる。こんばんは。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,OK。 ちょっと見ながら聞きながらやろう。急に不安になってきちゃった。待って、なんか映像と2番A K B 48。内側外側外側、1回2回3回、はい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 1番に行きます。てんてれてて進め果てしない道、 0.5 夢だけを信じ、2番、うん、1,2 はいはい、1,2,3,4 5番に行きます、はい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 、4.5 息が吐くなよ、あ汗を拭って1,2,3,4 タタタレディゴー、 4.5 外側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 、左側右側、はい外側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 、5番がおすじ、レディーゴーゴーゴー、レディー3番に行きます。あの太陽は私だ、はいはい、間違えました、すいません。これ何番に行くんだっけ、ちょっと待って、あ 2.4、 あっち側の、これ今どこ通ってた、私で
てってマイク下ろすてってあこうかで真帆ちゃんの後ろだからくるちゃんの後ろ 2.4 進め1,2,3,4,5,6 1,2,3,4 パンパッパレディーゴーでクロスしてレディーゴー2番レディーゴーゴーあ、嘘 2.5 だったゴーゴーゴー外側外側内側内側左側左側はい外側外側内側あのな願いも叶うよチャ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 上内側は内側内側外側外側1,2,3,4,5,6,7,8 はい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 5番に行きます。はい、てて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 。だだ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 超気まずいとこはい 2.5 に戻ります 2.5 に戻ります AKB48AKB42 番2番2番うん1番上下上下後ろ 1.5 回る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 ガオス時代もうセリ下がってるらしいゴーゴーゴーレディーゴーゴーゴー下上下上上はいはいはいダッダーダッダマイクロスこっちの 5.5 に向かって走る歩く 5.5 で折り返し2番に戻る AKB48AKB48 よしセリがあるとどうなんですか？セリがあるとやっぱセリの真ん中に立ってないと、まあ、普段からねセリの真ん中に立つってこととかはちゃんと意識はしてるんですけど、セリの真ん中に立ってないと本当に挟まっちゃうとかっていう事故が起こってしまうので、そうそうそう気をつけないといけないって感じかな。うん、よし、皆さんも振りはできるんですけどね。あ、違う、これまた泥分け始まっちゃう。2番にいます。ちゃ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 、はい、はけてはけて衣装う衣装う脱ぎ脱ぎ衣装う脱ぎ脱ぎへへ
はい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 、テレテレ衣装脱いでます、衣装衣装脱いでます、衣装衣装脱いでます、衣装衣装脱いでます、はい出まーす。たった回って2番たった後ろたった前たった後ろたら0番テレ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 、うんはい、うん、何番 ?3.5 風景気が押し寄せて日本へ、ちゃちゃせめて今日は明るく行こう、はいはいはい、偉い人が4番、え待ってストップ、これ何番ですか、私4番でいいんですね。えらい、はい。3.5 から4番に行きます。はい、もう一回。明るく行こう、はいはいはい。えらい人が悪いのか、先行き真っ暗。でも若者よ、はい。お気楽に行きよう。見る。はい。ナーミンの後ろ1番に行きます。自分、あれ待って。あ、私が今間違えました、アットジャムの方踊っちゃった、チャラ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 、こっちこっち持つ、割り上げ、よっしゃ行くぞ皆さん、あでこれがめっちゃ遠いんですよ、 4.5 とか、はい、私何番目、1番目か、あ、嘘、3番目、はいはいはい、担当3番目、はい、チャラ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 、いいことがなさすぎやる気、待って確かに3400円の下り誰だろう、え私じゃないよね、言われてるっけ、いやまだ誰も何も言われてない、だから私の可能性もあるんだ、いやーやめてくれよ、もう忘れてるんだ嫌だよ、私じゃないことを祈っときます、そんな、待って今のとこから、なさすぎてやる気なくなる、そんな時 1.5 どうしますか、はいはいはい、文句ばっかり言ってても 1.2 幸せさあわかわないよ、嫌なことは忘れよう、嫌なことは忘れよう、 5.6 前向きに、前後ろ、よっしゃ行くぞみんな、そのまま前 5.6 一緒に、行け、1回目とこれは3回目、1番4番、この時計を記憶なんとかなるさ、はい履けます、もう履ける気持ち全全開履けます履けます、で、はい、リボン持ってフラフラ、私は言いません絶対に言いません、チャラチャ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 チャンチャチャンチャチャンチャタン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 タタ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 タ、いくぞ目指せハイテンション、0.8、はいはいはい、
は 0.8 です。ここで終わり。待って、最後の振り違った、間違えちゃった。これだ。テレ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 、あれ？タンタン、あれ？テレ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 、間違えてない？この時この子。テレ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 テテテ、うん。仕事は大丈夫、合ってる。橋で踊ってた人と一緒だったから大丈夫そう。てて春一番の春一番は、春ぴょんはフリブルにいます。踊れてるかな。3.5 3.5、家のドアを、3.5って気づいた。あ、はい、ポン、1、2、3、5番、4、5番、はいはい、上下上下、1、2、3、4、4.5 に向かいます。 4.5 に向かいます。4月になれば都会へ行っちゃう。1番、間違えた。 0.7 重い、すいません。 0.7 です。ニックさん、ミラーボールありがとうございます。2.13、 だ前に出る、後ろ行く、これも 0.7 ですよ。1、バスに揺れる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 。ほうほう、な、う、う、う、たぶん、きらば、おう、たぞ。せめて会える間は、もう少し話せよ。いき、パパ、はい、パン、パパ、はい、この後花道行きます。おう、おそうだけが、心が叫んでる、じゃじゃじゃ、思い出以上に、5.6 5.6 5.6、まあ後ろ行く、前出る、後ろ行く、はい、だってテレレレレ、2列目、このあと3、前、後ろ、うん、はい、1、2、3、4 左、右、左、右、後ろに下がる、3番、うん、うん、パー、こうやって覚えてます、いつも。
そんな覚え方で覚えられるのって思った皆さん、覚えられるんです。疲れちゃって、いや、オープニングとりあえず頑張ろう。脱いでセナタンじゃないのか、ヒカちゃんにあげんのか。セナタンのいない公演初めてかも。だって私そうですよね、多分サッキーさんとも出たことないし、うん、セナタン、ゆっくり。ドゥン、おしゃぶりの雨の中ずぶ濡れで、無我夢中走った国道沿い、俺のマブダチがよそ者と人も目合って、ワンボックスカーで、あ、待って、ポジション全然忘れてる、ポジション全然見てない。でも 1.5 でしょ1.5 でナーミンとやって 0.3 ぐらいでこうやってやればいい。 OK さらわれたらしん、あい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 、4番正解。バカだと走る走る走る、トーマ 5.6、 こぶしの勲章、あいあい、1,2,3,4,5,6,7,8、やーら。2番。 1.8 でした、ごめんなさい。ここはもうどこでもいいって言われて、あ、じゃあここは決まってんのか、 1.25 ドブネズミ、ここは決まってて、ここまでは決まってる、こっからが殴る殴られる殴る殴られる殴る、ドーン 4.5 まだだ。俺たちさボコボコにされ、はいつくばっても、あれ、やばい、今のとこナーミンだ、ナーミンのポジション踊っちゃった、はいはいはい、あれ回んないんですか私ここ、はいつくばっても、お、やばい、混ざってる、ちょっと待って、もう一回やらして、今のとこ、はいつくばって、もうここ回んないのか、ちょっと待って、
高気持ちいい俺たちさ、待ってここもう一回ゲラ生きてる時間をボコボコにされ上に上がります。どこで今やった？ボコボコにされ、はい、傷だらけでもう、うん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 、はい、俺たちさボコボコにされ、傷つくばっても、逃げたりしないぜ、ちゃんちゃんちゃ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 回るドン。はい、グーで手あげます。すいません間違えました。 5.6 まぶりに行くぜ、俺の正義がバカだと言われても 0.8 まで走る。ちょっと待ってごめん、レインボースターいらないです。ちょっと今なんかめっちゃ投げられてたからいらないんで。1,2,3,4,1,2,3。なんか今レインボースター投げられてたから、投票にした、わざとわざと。2.5。わざとわざとわざと投票にしてます。攻撃されちゃう。攻撃されちゃった。いや。ちょっとそろそろ終了するね。できるかな。いやできるんだよ、ってかやってたんだからできるはずなんだよね、普通に考えて。でもさ残念少女もさ、あれですよね、セリ使うんだよね。不安だな。ちょっと残念少女真面目に見るわ一回。ドボンやらずに真面目に見るわ。
1,2,3,4,5,6,7,8,2… あれ今違くない？振りが違う？2人合ってなくない？1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7,8,2 2で向く。あ、リハはありますもちろん。やめてそんな怖いこと言わないで。これどこに立ててる？スタンド。当日聞こ。なんかスタンド競り使うって場所に立ててるんですけど。まあでもなぎちゃんのなぎちゃんに合わせて立てれば私たちはいいんで雑な。どこに立ててんだろうこれ。あ、そこが上がるんだ、セリ。なるほどね。マイクスタンドのとこは立たないんだ。けがで無茶をすれば強がりに気づくのだろう。うん、たた、うん、ぱー指、意味よ。タイミング間違ってるあ、でもマイクスタンドが使われてるところは競り上がってないから、まあ、もちろん立てるところは気をつけるけど、そんななんか事故りはしない気がする。うん、ここのタイミングがさ、私も分かんないけどさ、いつもバラバラ。なんかいつも早いこの子。タッ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 私も速くなってんのかもしんない。ちゃんと見てみよう自分の振り笛。ちゃんと見てみよう自分の振り笛。不安になっちゃった。やっぱ人数少ないとさ、あ、タイミングずれてるとか分かっちゃうから怖いですよね。でもまあ残念少女はいける気がする。大丈夫残念少女はいける気がする。マイクスタンド置くところさえ間違わなければ4番に行ったりとかするだけだから、あとは歩くタイミングとかを間違えなければいけるから、これは大丈夫。天国野郎。
てーてずてーん待ってーてっててててちゃ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 ら頭のネジを緩めりゃ考えなくて済むぜ難しいことなんて腹の足しにもならねえパラダイス1番、うん、0番いけてるねえちゃんって3番まあえ上下うんぱあーあー1番、うん、モンキーダンスにツイストジルバー待ってくれ私が行くぜですよねはいそうです朝まで踊り明かそう陽気なリズムで行くぜゴーゴーここ歌わないイエー私イエー担当イエーイエーイエーワーワーワーあウォーウォーも歌わないんですよ私死んだふりしろ担当ワー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 やろワー1番2番3番待って今4番にいるんだ私サビが4番だってめっちゃ不安になってきたでもなんか天国野郎の感想は今回私じゃない気がするんで気抜いてやります2番に行って3番に行くひとの目なんかしかと楽しけりゃいいんじゃね1番に向かって1番に2番でやるあーあ0、うん、今日はユニットまで真面目に生きたところでこの国は変わらねえぜ真面目に生きてりゃそのうち諦めもつくあー4番ふーんあ、ふーんは違う私じゃないここシャンパンワインにテキーラウォーカー潰れるまで飲み明かそう今夜はハイだぜこれマジで喉潰れた時じゃなくてよかった本当に酒焼けしてるって言われる違うんですよ酒焼けしてるわけじゃないんですしてたわけじゃないんですよちょっと声出しすぎてたはい AKB48 チーム8チーム BKB のハルピアンこと橋本アルナです最近あったいいことはこの世の皆さんがピョンズになってくれたことカカ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 でもこのさ言う人はさめっちゃ楽なんですよこの子たち追っていくだけでいいからカカカ3回目。わー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 天国野郎わーこの後もやんなきゃいけないチャチャラチャチャ上ダン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 外側はいすいません上ダン外側はいいやまあ私も天国野郎は今回私じゃなくて彼女だと思ってますけどまあ誰かは分かりませんが
夏最後だから夏の思い出とかじゃないかな MC ないまだまだある、覚えなきゃいけないやつ。あ、でも元カレですはやんなくていいから、もうこの立ち位置表はもういらない、元カレですはやんない。でもその代わりにやらかそうがある。もう覚えてないよ、感想の振りとかも忘れちゃった。頑張ろう。7年ぶりのドル明け観覧に31日行きます。声出なかった今。本当に7年ぶり、ってことは13期さん14期さん15期さんとかがやってた時か。7年ぶりってことは、いやー比べないで。もうもちろん精一杯のパフォーマンスはしますけど、16人と8人なんで、あの時よりも迫力なかったとかは思わないでください。もちろん精一杯頑張りはするんですけど、もちろん一人で5人分も6人分ものパフォーマンスをできるようには頑張るんですけどって感じです。頑張ります。ナターシャやりたい、もう一回。でもちょっともう喉やられてきてるので、配信終わって一人でこ、あの一人でやります、一旦。配信終わって一人でやります。ちょっと喉終わってる、もうそろもうそろ喉やられる。明日の配信は多分昼頃に一回やると思う、で夜はちょっと分かんない、やるか、ちょっとでも昼頃に一回やって、夜はちょっと練習してるかもしれないから、レッスン上で。だから頑張ります。ということで、それでは ランキングを読みます。いや全然私が無言で配信しててもいいんですかって感じ。逆に振り練習とかはそう、喉やらちょっとやられないように無言で配信してもいいならやるんですけど、バンされるんで。てか今日3時間もやってんの、もう。暇人だと思われる、やだやだ。やだやだ。
やだやだ。ランキング読みます。1位小島さん、ありがとうございます。2位サプライズレバーさん、ありがとうございます。3位ひだまりさん、ありがとうございます。4位パンダさん、ありがとうございます。5位ギャローさん、ありがとうございます。6位ゆったんさん、ありがとうございます。7位マックミックさん、ありがとうございます。8位マイクさん、ありがとうございます。9位トラック野郎アットゴリさん、ありがとうございます。10位ニック、8月31日公演ヨロデスさん、こちらこそヨロデス、ありがとうございます。11位タケニーさん、ありがとうございます。12位ベベモンさん、ありがとうございます。13位カンさん、ありがとうございます。そして本日のラッキー88位は大村咲さんです。ありがとうございます。大村咲かな、わかんない、ありがとうございます。ということで皆さん、ありが3時間もやば、マジ暇人だと思われる、本当にやだ。頑張ります。ということでこの後もちょっと頑張って寝たいと思います。まあ、明日ももう1日あるしね、頑張って B 公演覚えます。ということでそれではまた、あ、最後にキャッチフレーズして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで13,243人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表春ぴょんこと橋本るねでした。それではまた明日、バイバイ、ありがとう、おやすみ、またね。